にちは、フェアリスです。こんにちは、こんばんは、こんばんは、何ね、はい。そしてまずは簡単に自己紹介をしたいと思ってるんですけども、今回は名前の後にフェアリーズでね、一番不思議で謎なリカ子のあるあるを言いながら自己紹介します。あります、流行りますよ、本当にいっぱいあるので、皆さんが知らないリカ子ワールドも知ってるんじゃないかなと。自分のあるあるを言わないといけないの。いや、リカ子は言わなくていい。リカ子は見てたらいいよ。リカ子は普通に言うから思考でよろしい。ということで、まずは真宙からどうぞ。はい、林田真宙です。リカ子あるある、その1、1個じゃないけど、待ってくださいね。いつも着てるんじゃないか、着てるんじゃないかってぐらいヒートテックを毎日着てる。いつでも着てる。夏でも着てる。夏でも、レッスンの時も着てます。いつでも着てるよね。ある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 、よろしくお願いします。はい、下村美希です。リカ子あるある、その2、買ったコートがあって、それをもう結構着てるよ、結構着てて、もう5回ぐらいはもう結構5回以上は着ててなんだけど、リカ子がやっと昨日、そのコートかわいいって言って、いや遅くないっていうのが、そう結構あるんでね。はい、はい、そんな感じです。はいはいはい、お願いします。はい、リカ子です。よろしくお願いしますはい、伊藤桃香です。リカ子あるある、その3、コートはボタンが全部取れているよと着るっていうか、あるあるをなくしすぎ、あるある、いつでも絶対1個は取れてる、ね、あるある、つけてつけて、なんかどっか行ってんの、なんでなんで、予備とかあるはずじゃないですか、普通、買ったらもらえますよね。それもなくしてるから、つけてあげようかって言っても、いやもうボタンないんだって分かった、もう自分から自ら虫に取ってるじゃない、いらない、ボタンなんていらないんだ、ボタン取れるって結構すごいよね、あんま取れないじゃん、あんま取れないよ、ただ暴れてる、暴れてるの、暴れてる時にいなくなっちゃった、ちょっと静かにしといてね、じゃあ、うん、そうそう一番言われたくないから、はい、はい、よろしくお願いします。はい、野本そらです。私その4、リカ子あるあるその4は、寝起き寝起きの顔がなんか目開いてない、ね、開いてない、なんかリカ子の部屋からこう、リカ子が起きてすぐ部屋から出てきた時にちょうど会ったりすると、なんか顔がなんか、しかも結構早歩きなんだよね、早歩きでなんかおはようって言うんだけど目が開いてなくて、あとちょっとこう上、ちょっと上向いてて、おはようみたいな、こんな感じ、おはようって言いながら、これ来るの、本当に似てるよ、本当こんな感じ、本当こんな感じなんだよね、目開いてないじゃん、目開いてないよ、でも寝起きじゃないの、夜眠たそうな時に会っても、そう、おやすみそうとりあえず眠い時はずっと基本的に目開いてる、多分それ今寝てるよねみたいな顔してるよねそうよく見えるねって思う、よく見えてるんだって、よくわかるんだね、眠たい時と眠くない時の、すごいよくわかる、はい、はい、よろしくお願いします。かわいいぞ。はい、藤田メディアです。リカ子あるあるその後は、うまくちょっと説明多分できないと思うんですけど、やってみますね、はい、なんか鼻を触る癖があるみたいなんですけど、うん、例えばリカ子に、ねえ、トイレってどこって時に、あっち、わかる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 、こうやって指をこう
うやって曲げ、人差し指をこうやって曲げて、これのここの第二関節のところでこうやって。こうやって、もう鼻触ってるんだ、すごい触ってますよ、これ喋りながら。で、私が気づいてることは気づいてる、気づいてるね。だけど、なんか鼻が気になるから、こうやっちゃう。鼻なんでそんな気になるんだろうね。でみんなもやってみて、いいよ。やってじゃあ、乗せるとして、じゃあ、握手会でやってもらえばいいって。みんな確かに、リカコの時にもおかしいよ。リカコの時だけ、もう今日も楽しかったよ。どんな握手会だよ、鼻触る握手会。でもまあ今回はね、リカコあるあるだったんですけど、はい、他のメンバーもね、もしかしたらやるかもしれない。もちろんやるよ。ということで、はい、抽選